維新要求武道雑談。相手が攻撃してくる。その腕を掴む。掴んでからの崩す動作。長いのはどうかと思う。相手の攻撃を掴んで1、2とか1、2、3とかで投げるのはどうかと思う。投げに至るまでの時間があまりに長い。あるいは1、2、3で逆を取るのも遅い。逆を取るまでの時間があまりにも長い。ついてくるのを受けた。崩しながら当てる方が早い。要するに、時間をかけて崩しだけするのはあまり面白くないな。確かに崩している間は相手の反撃や攻撃や抵抗がないけれども、時間が長いのはよくないな。時間が長ければ相手に反撃の機会を与えるかもしれないな。したがって相手の攻撃をまあ突くか崩すかしながら同時に当てる。私の言う攻防意志である。そしてさらに崩しながら当てる、あるいは当てながら崩すというのは、テンポが速くて面白いと思うんだがどうだろうかな。ついてくる、同時に受けるか、 0.1 秒のうちに握るか。相手がついてくる、突き終わった時に同時に握るか、 0.1 秒のうちに握る。それから崩す崩す崩す、まあ、2、3回崩して最後投げる。ちょっと遅い。時間がかかりすぎ。時間がかかりすぎいうことは、相手によったら抵抗の機会、反撃の機会を与える。要するに、早いのが良い。反撃や攻撃の機会を与えないのが良い。そのためには石の技の連続も難しいけれど、石の技の連続が面白いと思う。なって崩しながら当てる、当てながら崩す、これ石の技、これの連続が面白いと思うんだがどうだろう。